たたかなゲーム運びもできたかなっていうふうには思いますけどね、選手たちが入場してきました。よく出てきましたね。いい形で、うん、お今うまく左足で入れてきました石井。そして南からのパスを受けてからのシュート、突き刺した、見事鮮やか。モレラとの先制ゴールは岩手グルージャ森岡。でスペース空きましたよね、これ、はい、そこを見逃さずに左足、見事なコントロールショットでしたね。これはもう市川選手はノーチャンスじゃないですかね。質の高いキックを、数的優位ですよ。中央モレラと鏡がいる、うまくかわしてフォローアップは中央通して、うん、モレラとのシュート、最後は浮きましたが、どこかで一つダイレクトといったところをこう入れていきたいですよね、はい、うん、こういったところですよね、はい、そして伊坂が抜いていく動き、伊坂、うん、のスピード、1対1、抜けた、左に抜けた、守備でね、献身的に特に前の3枚は ね動いてましたから、石井のヘッドからモレラとへ、そして奥山、中村拓海カバーする、中央キリ、飛び込んできた、湯気か、追加点、岩手のカウンター、目から入ってきましたから、これも意外性ありましたよね。もううまく市川選手見ながらね、湯気選手はこのうまさもありますからね、まあ、キリ選手が本当によく見てましたよね。そうですね、湯気選手のことをね。さあ横浜市はこのハイネルの質の高いボールからゴール前へ運ぶ、浮いた、奈良橋さん、やっぱりここボランチ2人は返すということだったんですね。チャンス、ブレンネル、ブレンネル、ブレンネル突き刺した、決定的な仕事をした、なんと岩手3点、しっかりキーパー見てね、やっぱり仕留めたと思うんですよね。2人行ってしまったところですよね、横浜市の方がね、重なりましたからね、はい、競りもあったと思いますからね、はい、まあ、そこをしっかり、キーパー触る、松浦狙う、うん、顔に当たった、うん、さらに詰める、入るか、収めるか、まだ入らないか。この後です、この後のキックが来るんですが、松浦これカップに変わって無駄戦じゃないですかね。さらにここ、この後も小野田も、それから戻った和田雅史、首位横浜 FC に土をつけたのは岩手グルージャン森岡、今シーズン最高の勝ち方。